送り出しやって寮生の卒業公演やって卒業式か。これからいろいろ大変だろうけど、未来団長の言うことしっかり聞いて頑張ってね。あす。興味はある。何がわかんのよ。夢を追うってことはちゃんと覚悟を決めなきゃいけないの。してあげられることはないかと。彼氏？先生。お。寮は閉鎖するって話。そうなんですよ。最悪。お前はそれとも青春を謹慎させるつもりか。人のことも考えないで夢を追えばいいって思ってた。歴史のあるこの教会を何としても守っていくのです。この手の夢ってね、自分ならできるって思い続ける限り誰が言っても諦めたりしない。